ハローとりぱし4月16日火曜日の、お休みの際の時間で、まあ、あのちょっと話し忘れたことがありまして、伝えたいなと思いまして、あの今録画でね回したんですけど、あの足の親指を踏むっていうのがありましたよね。親指で足の親指を踏む、第一関節や付け根、またはこの親指の、まあ、この付け根よりも後ろでもいいんですよね。ちょっと後ろぐらいでもいいんで大丈夫。この第一関節のところとか、第一関節と第二関節の間でもいいし、この第二関節の上でもいい。でこれのちょっと後ろぐらいでも大丈夫で、またこの第一親指と人差し指の間ぐらいでも大丈夫ですね。間ぐらいでも大丈夫で、親指で押すってやつね。でこういう、まあ右構えだったら右足が後ろだと思うんで、こういうふうに踏むんじゃなくて横で踏むっていうねことを、まあ、じいちゃんお、あの自分の祖父と父から習ったんですけど、または父の周りとかねから習ったんですよね。横で踏めって言われたんですよね。縦で踏むなって言われたんですよね。横で踏めっていうのを習ったんですよ。でまあこれはだいたい5歳ぐらいの時に習ったんですけど、であの小学校の時とかね、あの中学校の時にもあの同じことを、少し大きくなった時に、まあ、何年越しに、多分この時にまた一回教えた方がいいな、中学生になった時にも教えた方がいいなっていう感じだったと思うんですね、父親が。そういう感じで、徐々にね習ってきたんですよね。でそのことなんですけど、あのね、このこと、この足を踏むっていうことを実践で使ったことはないんですよ、自分がね。でこれはね、なんでかって言ったら、これを話したかったんですけど、なんでかって言ったら、自分がこの技について、自分がまず武道、武があの身について、武道がの 武ですね、武が身についてないってことなんですよ。でこれをまず、自分がこの技をあまり強くないと思ってるってことね。早く相手を倒したいから、倒せる技がある程度あるんですよね、他にね。あのこう来たらこうみたいなね、ま、あので相手に合わせて戦うのが好きっていうのもあるんですけど、やっぱりそれでもあの相手のスタイルに合わせるんですね。でもやっぱり早く倒したいっていうね、自分がダメージを食らいたくないとかで、またその足を踏んで あの相手の動きを止めるとか、他にも使ってないものもたくさんある、あのたくさんというかね、まあ、ある多少あるんですが、あのまた使えないものとかね、あのそれやったら大変な次元になっちゃうでしょうとか、もう相手がもしかして再起不能になるんじゃないかとか、自分がその力を制御できないとかね、からあのね、すごい病院送りになるとか、あるいは殺めてしまうみたいなね、殺してしまうということですね、になるかもしれないということで、使わない技みたいなのもあるんですけど、この技は大して使あの強くないみたいなね。だけど今この年になって思うことは、そこからの連動っていうことで、それをやれば次の技が、この技があの今では身についてるから、そこにそれとそれをあのこの足を踏むっていうことと、次のことね、次の動作のあの相手を倒す、相手の勢いを止める、しかもあまり傷つけないでっていうことが身についてきたから、思うことはあのやっぱり自分に武道が身についてなかったなっていうことねを思うんですよね。そうだから、あのこの足を踏む、親指で相手の足、自分の足の親指で相手の足の親指を押さえるっていうことを使えなかった、あの使わなかったのは使えなかったんですよね、弱いと思ってたから。だからそれはあの自分がこの技が弱いと思ってるからなんですよね。それは自分の弱さなんですよねっていうことがあったから、あの今になって思うと、すごくこの技強いんだなっていうね、あのものすごい強さがあるんだなっていうことが自分の中に今あるんですよね。だからといって使いたいっていうわけじゃ全くないし、
近代スポーツでいうと、さっきもなんかちょっと有名な、皆さんも知ってるような、その格闘家の選手たちとテレパシー配信終わった後したんですけど、テレパシーが聞こえてたりとかして、格闘技をお金を積んでやるやらないみたいなね、そういう話をしてたからされたりとかね、やらないって言ったんですね自分はね。っていうのはもうプロボクサーだったら36歳だし、前も言ったんですけどね、まずその武道、自分体ちっちゃいじゃないですか、で体重も軽い、ね、もしやるとしたらみたいな感じ、まあそのあるいは増やしてもっていうところもあるのかもしれないけれど、ね、もともと 74.6 キロぐらいから、ね、51.8 キロまで体重下げたところも見せたりとかして、近代スポーツはグローブつけますよね。で裸なんですよ、まず裸だっていうことは普段の生活で絶対にないことなんですよね。喧嘩をするみたいな感じの時に裸でいるっていうことはまずないってことね。だからでグローブをつけるっていうことはね、目つきや喉つきやとか筋力がないってことですね。まあ筋力はちょっと置いといても、目つきや喉つきとかないってことなんですよね。またこみかめとかね、はあ、でここの鎖骨をこうやって取れるよって言ったじゃないですか。ここね取れるんですよね。こっちからでもね、この下からでも取れるじゃないですか。でこういうのとかないんですよね。でこういうこととかができないから、その戦う意味がないんですよね。で戦う意味っていうか、その前にやっても面白くないんですよ。やっても面白くないっていうのは目つきや喉つきがしたいっていうわけじゃないんですよね。相手を傷つけるっていうことが面白くないんですよ、まずね。それが第一なんですよね。で第二にそのことができないね、ムカついて、その自分を守るとか人を守るために武道あって、前から言ってるんですけど、武道っていうのはお金儲けのものじゃないんですよね。そのために身につけたんじゃないので、身につけてもらったんじゃないっていうのが間違いなくあるから、自分の家にね、だからそのことをお金、自分のお金儲けの、たとえお金が入って自分の人生を守ることになるみたいな感じかもというふうな感じでものを言われてるのかもしれないですけど、テレパシーで聞こえたんですけどね、言ってて、なんですけど自分はそういう考えは全くないんですね、それはやっぱりサーフィンとかね、サーフィンとかスケボーをしてきたっていうことの意味がなくなってしまうので、自分にとってサーフィンとスケートボードもやっぱその格闘技や武道と同じなので、人を傷つけて、それはそれ近代スポーツでね、その 目つきや喉つきや筋的がないルールの上でやるっていうのは、やってお金が欲しいとか有名になりたいと思ってる人がやればいいわけで、自分はそこで有名にお金が欲しいとか、その近代スポーツでお金が欲しいとか有名になりたいっていうことは全く思ってないので、その上で自分の身や人の身を守るためにその武道を志してきたので、でしかも道場とかにも通わないで自分の家でやってきたこと、やったので、本当に武道っていうのは相手が別にそんなにいらないんですよね。組手とかいらないんですよ、ね、ひたすら型を狙えって、まずね型をやりなさいってね、いうことがその武道の教えなので、そこに習ってひたすら型を練ってきたし、まずもう突きだけとかね、はい、でまた、ね、こう 小手だけとかの型だけをずっとやってきて、こう横にやったりね、縦にやったりとかもしますけど、そういうことをやってきてるから、ひたすらもう型の前ですよね。型の前の
その打ち方の型っていうね、打つだけ、例えばジャブだけとかね、ね、ジャブストレートのワンツーとか、それも型なんですよね。だからそのことをずっとやってきてるから、自分一人 でそこに本当に相手はいらないんですよ。自分との戦いであって、自分を強くするのに相手はいらないんですよ。組手の相手は必要ないんですよね、全くもって。だからその武道を志したいって思う人はその気持ちがやはりあると思うし、もしこれから志したいとか思う人はそのことを忘れないで、あの武道を志してもらいたいなっていうところなんですね。だから、まあ、その親指を踏むっていう、親指で親指を踏む、相手の親指を踏むっていうことを今日配信で伝えようと思った時に、今思うことは、自分がこれまでの人生を振り返ると、自分が使わなかったのは自分が弱かった、自分の考えが至らなかったっていうところで、その技が弱いと思ってたから、自分に武道で弱いと思ったのは自分ができてなかったんですよね。武道が身についてなかったっていうことなんですよ。でそのことをね、すごく皆さんに伝えたくて、この技はすごく最強なんですよっていうね、この弱いと思ってたものほど最強なんですよね。そうだからね、それを皆さんに分かってもらいたいなと思ったんですよね。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。バビロン、ありがとうございました。